バルラフ・リヒャルツ美術館は、ドイツのケルンにある美術館である。中世から近代までの美術品を所蔵している。創設150年を記念するドイツの切手美術館の始まりは、1824年に、ケルンの大司教などを務めた、バルラフが遺言で、自分の屋敷と集めた美術品などを、ケルン氏に寄付したことに始まり、1827年に、 バルラフ邸は公開されるようになった。1844年に学芸員となったヨハン・アントン・ランブーが美術館の拡張の必要性を指摘し、ケルンの商人、リハルツが新しい美術館建設の資金を寄付した。新しい美術館の建設は1855年から始まり、1861年に開館した。その後も寄付によって収蔵品は増加し、 1976年に分割され、主に現代美術を展示するルートビヒ美術館が設立された。2001年に美術館は新しい建物に移動し、同じ年にコルバード財団から多数の印象派、新印象派の作品の対応を受けて展示している。中世絵画、特にステファン・ロッホナーによって最盛期を迎えたケルン派の作品やルネサンス芸術、ルーベンスの 聖家族及びエリサベツと洗礼者ヨハネやレンブラントの自画像をはじめとするバロック絵画19世紀に入ってロマン主義や印象派、ポスト印象派20世紀初頭のドイツ絵画を用している。洋筆紙に描かれたミニチュア画やデッサンもそのコレクションに含まれている。奇跡の砂取ピーテルパウル・ルーベンス2008年には独自の研究により所蔵しているクロード・モネ作とされてきた オン・ザ・バンクス・オブ・ザ・ザ・イネバイ・ポート・ビレスが元作であると発表した。ホルスト・ケラー・ゴルフ・リシ・ハーツ・ミュージアム・ケルン・ミュンヘン・チューリヒ・シュネル・スタイナー1965ありがとうございます。